かやけのちくら、いつもひどいじゃんって。閲覧いくつだって見るじゃん、かやくの閲覧今。いや、俺はもうさ、レースなんか何回もやったら負ける確率高まるからね。だってじゃあ見たことある？俺が2レースやって2レース的中したとこって見たこと1回もなくない？ほぼ。俺も記憶ないもん。だからレースなんていうのは1レースに全突破。うん。だから全然興味ない。平とか平のレースとかやらないでしょ。そっちはおもろくない？じゃあ10万円をじゃあ1レースで、ね、火薬みたいに副賞に5000円とかね、1万とかね、レース6レース5レース7レースとかでやるのと1レース1撃ね10万やるのどっちが楽しい？うん、一発ね、10万を10レースに分けて配信でやるのと、うん、一撃10万の面白いじゃん。で、ちなみに昨日火薬たら7万負けたんだって。うん、で、これ本当かわかんないけど、ね、直振りが1万円だったじゃん。月2万だったらしいよ。うん、どっからね、情報が漏れたか知らんけど、本当かわかんないよ。火薬たるの雑談たぬきにね、そう、月2万なったんだって。あ、月じゃん、1日。だから火薬たるは直振りで60万30日で、うん、本当かどうか知らんよそれは。毎日2万振り込まれてる。前は1万だったけど、そう、バンになって収入なくなっちゃったじゃん。だから甘やかしてんじゃない、うん、バンになって泣きついたね。もうお金ないですよっつって、火薬たるが閲覧も100になっちゃうし、アクティブも10しかない。どうしたらいいんですかっつったら、はいはい。じゃあ、1日1万だったから2万にさせたしましょうっつって、火薬たる直振り1日2万になって。だから7万も負けられるんだよ。仕事もしなくてさ、もう、収入もないじゃん。あ、りんちゃんさ、じゃあ、スケルトン来た。スケルトン倒そう。スケルトン。みんなちょっと戦ってスケルトンとお願いします。スケルトンまで来ました。うん、1700、まあそのね、アイテムがどれぐらいの価格か知らないけど戦ってください。スケルトン倒そう。うん、まだ大ボスまで遠いよ。まだまだファンタとかないの？この杖ファンタとかないの？エクスカリバーファンだとか、剣とか。うん、ありんちゃんじゃ3個、剣。うん、いいよな、火薬猿は。配信で稼がなくても、毎日2万振り込みますからね。うん、ありんちゃんじゃせ、勇者の剣。みんなもお願いしますね。みんなもお願いします、アイテムの。スケルトン倒したい。スケルトン。ウーバーってあれでしょ？リスナーに取ってもらってるんでしょ？羨ましいよ。うん、だ食費も全然かかってないってことでしょ？うん、でももう、まあ、今はわかんないけど、今はもうダメだよね。だってもう閲覧100ぐらいしかないんだもん。うん、もうニコ生が厳しいよね。100って。毎日だから、なんか副賞とかね、かけまくってたけど、負けまくってたよ、昨日。副賞にね、何万とか言ってたけど。俺もさ、もう1000は行くんじゃない？もう、うん、だって